動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人が待ち望んでいるあなたとの恋の急展開とはというテーマで、お相手の方はですね、あなた様との恋においてどんな展開を待ち望んでいらっしゃるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加え気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひね皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいりますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのリードというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお伝えしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのブロッサム、花開くというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらですね、Clarity of Belief というカードで、信念の明瞭さというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのリードというカードですね、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人が待ち望んでいるあなた様との恋の急展開とはというテーマでね、まあ、どんな、まあ、急展開、恋の急展開をお相手の方が望んでいらっしゃるのかというのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様のですね、今の、まあ、展開というかね、今の状況を見ていくのと、まあ、それぞれのね、思いですね、お相手の方の思い、あなた様の思いを見ていきます。そして、まあ、お相手の方がですね、あなた様との恋においてはどんなね、急展開を望んでいらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、お二人の今の、まあ、展開というか状況とそれぞれの思いをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきます。上のカードがですね、お相手の方とあなた様の現状で、下のカードがそれぞれの思いということなんですが、こちら側がお相手の方の思い、こちら側があなた様の思いを表しています。では見ていきましょう。
ほど。うん。ちょっと見させてくださいね。これがカップの8の逆位置ですか。うん。うんうんうん。結構重要な局面を迎えていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、うん。ではですね、ちょっと見ていくんですが、カップの6ですか。うん、なるほどですね。はい、ではね、見ていきます。まずは上のカードですね。お相手の方とあなた様の状況を表すカードの中で、まずここが出ているんですね。まあこれは、運命の輪っていうカードは逆位置になっています。まあ運命というね、キーワードがありますから、まあ運命が向いてきているということでね。まあこれが正位置だったらば、まあ運命がね、いわば追い風となってくれてですね、なんかこう、自分たちの取り組んだことが、まあ実力以上の結果が出るっていう、まあ非常にこう波に乗っている状態を表すカードになるんですね。で、これ逆位置になると、まあいわば運命が逆風として吹いているっていうことで、頑張ってもなかなかこう結果が出なかったり、思いはあってもそれが形にならなかったりだとか、なんかこうイメージよりも下回るような結果しか出なかったりみたいなね。なんでこれだけ頑張ってんのにこんな結果にしかならないんだみたいな、なんかね、そこにはこう、まあいわば目に見えない力が働いてしまっていて、うん、なんか思うような結果が出せずにいるっていうことなんですけれども、だからまさにそういう状況なんじゃないかなと思うんですね。うん、これだけ思っている気持ちがあるのに、なんでこうならないのっていうようなシーンというか場面がすごくなんかこう最近なんだろうか、ただ見られるんじゃないかなと思うんですね。うん、なんかこれだけ例えば、例えば自分自身がこう譲っているのに、なんでお相手の方は、なんかこう融通を聞かせてくれないのとかね、これだけなんかこうね尽くしてるのになんでこう振り向いてくれないのとか、なんかこうこれ、うん、なんかそういうね努力がなんかこうなかなかこう実っていないみたいなね状況なんじゃないかなと思うんですね。うん、で、次ですね、うん、だからこそね、まあ、ちょっとここのカードになるんですけれども、カップの6っていうカード、これ逆位置になりました。これ逆位置になるとですね、何かこう、事態が癒されるということであったり、良い方向へと転じるっていうことであったり、未来への展望がね、開くっていうカードになります。うん。だから、まあ、そういった意味で言うと、だから、まあ、ね、これだけやってるのに、まあ、ね、なかなかそれが実っていないっていうことで、まあ、早くそれがこう、実ってほしいというかね、うん、事態の回復とか癒されるっていうね、良い方向に転じていっていく流れを望んでいるってことは、今がね、ちょっとこう、まあ、やっぱり理想があって、現実があったとすると、理想通りではないのかなと。うん。だいぶ理想と現実ってかけ離れている状況で、例えば、なんだろうかな、あなた様のイメージとしてはもう今頃には、お付き合いをしていたとか、もう今頃には同棲していたとか、結婚していたとか、なんかこう楽しく過ごしていたとか、こんな風になっていたなとかね、これぐらいのペースで、まあお付き合い、まあ会うことができていて、こんな感じになれていたなっていうイメージとはちょっとこう、だいぶ違う、現状になっているんじゃないかと。うん。で、コールオブミューズっていうカードが出ているんですけども、これ女神を呼び寄せるっていうカードになるんですね。うん。まあ、女神、まあ、勝利の女神とかね、ありますけれども、まあ、神様を呼び寄せているっていうことで、まあ、幸運が訪れてほしいとこう願っているっていうカードでもあって、だから日々ね、まあ、恋愛成就に向けて、あなた様自身も、例えば、自分を浄化させたりだとか、まあ、恋愛風水をね、例えば生活に取り入れてみたりだとか、恋愛運がアップする、まあ、おまじないとかアクセサリーを身につけてみたりだとかね、まあ、いろんな、工夫をしてですね、今の恋が実るっていうことを、まあ、試みていらっしゃる状況なんじゃないかなと。で、それの、まあ今は何だろうかな、結果待ちみたいな、なんかそういう状況なんじゃないかなと思います。うん。で、下ですね、それぞれのか、思いというところを見ていくと、まあここですね、運命の輪っていうのが、まあいわば逆位置、まあ運命が 逆風としてね、吹いてしまうようになったり、きっかけがここにあるんだと思うんですね。アタッチメントっていうカードが出ました。これ過去からの縛りっていうカードになるんですけれども、
これね、なんかこう、牢屋みたいなところに閉じ込められている人がいて、手を縛られていてね、もう完全にこう、四方八方、まあ、塀に囲まれていてですね、なんかこう、閉じ込められているような様子がね、描かれていると思うんですね。だからこそ、まあ、自由がなかったり、まあ、この、なんだろうかな、今は希望の光が差してきていないっていう状況ですね。で、あったりだとか、拘束を受けているので身動きが取れないみたいなね。うん、そういうカードになるんですね。うん。だから、今こういう状況に追いやられているんです、お相手の方。あなた様にももしかしたら伝えていないかもしれないけど、何かにすごく囚われていたり拘束されている、それは時間に拘束されているっていうことかもしれないし、何かこう作業にね、縛られているっていうことかもしれないし、何かこう人間関係にね、囚われているっていうことかもしれませんし、まあなんだろうかな、恐怖心ということで引きこもってしまっているっていうこともあるかもしれないんですけれども、うん、まあ何かね、そういう、ですね、まあこう縛りとかですね、囚われているものがあるので、今お相手の方がじゃあ思っていることとしては、じゃあ自分にね、今こう全く自由がないからあなたとの関係を終わらせるのかっていうと、終わらせるっていうところまではしたくないようで、ここですね、そこにはやっぱこう好きという気持ちがあるからだと思うんですが、ソードの4というカードが出ました。これは小休止、休息を取るっていうカードになっていて、今はあなた様との関係、恋において休息を取りたい、まあ休憩期間というかね、うん、休止期間に入りたい、うん、本来ならばあなた様に終わりをね告げられても仕方がない状況かもしれない。でも自分の意思としては終わらせたくはないってことなんですね。だから止めるっていうことにしていた、休むっていうことにしていたわけですね。だから気持ちまではなくなっていないけれども、気持ちがあっても動けない状況にいるっていうことなんですね。うん、気持ちという部分で言えば好きという気持ちはあると思います。関係を続けていきたいという気持ちもあると思います。うん。あなた様が心配しているような感情を抱いていらっしゃるわけではないと思います。うん。けれども、その気持ちだけではどうにもならないぐらいの拘束を受けているっていうようなね。うん、そういう状況が見受けられました。で、ですね。次に、あなた様の方を見ていきます。うん。で、あなた様の方では、ここですね、コントラクトっていうカードが出ていて、契約っていうカードになるんですけども、まあ、契約を結ぶとか、何かこう、重要な判断をしていくっていうカードになっていて、これですね、天秤を持っている人がいるわけですね。で、天秤を持ってですね、まあ、天秤を持っている人は目隠しをしているわけなんですが、これはね、天秤の公平な判断に何かを、公平な判断に託すため。これね、目で見ていると、いくら、天秤を使っていても自分の気に入らない方を指し示したら、なんかこう忖度しちゃうわけですね。そうならないように目隠しをしていると、完全に公平な判断、客観的な判断で物事を決めようとしているっていうことなんですが、あなた様としても今ね、そういう局面に今いるんじゃないかなと思います。本来だったらばお相手の方との関係を続けたいけれども、客観的に見てこれは続けるべきか続けないべきかっていうのを今考えなくちゃいけない局面にいるんじゃないかなと、うん、いうことですね。でも、もしかしたら周りのね、まあ、いわば外野ですね。外野の人は、まあ、あなた様のね、まあ、状況を見て、もうそれ諦めなさいよと。うん、もう無理だよとかね。うん、もうちょっと、ね、違う人に行った方がいいんじゃないのとかね。うん、なんかそういうことを促してきているかもしれないですが、なんかこう、あなた様の心はそう動いていないんじゃないかなと。そのアドバイスにね。うん、ここですね、カップの8っていうカードが逆位置になりますが、このカードが逆位置になった時にはですね、幸せな生活っていうことであって、自由を得るっていうことで、まあ、いわばお相手の方が何かこう拘束を受けているっていうのは、まあ、あなた様も知っていらっしゃったり、まあ、予想がついているんじゃないかなと思うんですね。で、自由を得るっていうことで、そのお相手の方のこの囚われている状況から自由を得たら、また二人が幸せな生活になれると信じているからこそ、まあ、いくらね、周りの人が他に行きなさいっていうアドバイスをしても、心が動いていないんじゃないかなと思うんですね。だからそれぐらい、あなた様もお相手の方に対する思いがしっかりとあるんだと思うんですね。だから今は恋は止まっているけれども、まあ両思いの状態ではあると思います。うん。うん、ではね、これを踏まえてですが、お相手の方がですね、今からまあ待ち望んでいるあなた様との恋の急展開がどういったものか見ていきましょう。
はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方がですね、待ち望んでいるあなた様との恋の急展開というカードです。うん、セットかなと思います、このカードはね。まずチェンジですね。チェンジっていうカード、まあ、変化っていうカードが出ました。まあ、だから今の状況を変化させたいということですね。うん、今が止まっている状況、まあ、お相手の方自身も、まあ、動けない状況だから、まあ、止めていたいっていうふうに思っていらっしゃると思うんですが、やっぱ止まっているっていうことが理想ではないわけですね。止まっていて、例えば、まあ、自然消滅を、なんかこう、待ち望んでいるとか、そういうわけではないんですね。ちゃんと、やっぱこう、動き出したいと。もう一度再開したいというですね、その変化をまず望んでいらっしゃっていて、その変化した後の状態がどうなのかっていうと、ジョイ&デライト。まあ、これ、楽しさと喜びっていうカードになっている通り、まあ、いわば、あなた様との関係にもっともっとね、楽しい時間とか、喜びを感じ合えるような時間が増えるような状態に変化してほしい。っていうふうに、やっぱ待ち望んでいらっしゃるわけですね。だからそういった意味でも、やっぱここで恋を終わらせたくはないっていう意思があるから、ね、動けない状況の中でも終わりを告げてきていないっていうことなんですね。まあ、告げてきていたとしても、それはね、なんかこう、あなた様が待っているっていうのが分かっていて、待たせているのが辛いから一旦関係を切ったっていうこともあるかもしれません。でも本来は聞いたくはなかったと思います。もし切っていたとしてもね、終わらせていたとしても。不本意な結果を突きつけたっていうことで、だから今も後悔していらっしゃったり、なんかこうすごい未練があると思うんですね。取り返したいなっていうね。その別れを告げた分をまた取り返して、楽しい時間、喜びに溢れる時間をね、増やしていきたいなっていうふうには思っていらっしゃると思います。だからこれが、いわば待ち望んでいる、恋の急展開ですね。まあ急変化と言いましょうかね。それを望んでいらっしゃる。Open your heart to joy ということで、もう楽しいことだけに心を開けるように。だからもう本当にもう何も、なんだろうかな、悩みとか、ですね、心配なことを、まあ、気にせずに、もうなんだろうかな、純粋に、もう子供がね、なんかこう、もうおもちゃで遊んでる時のような感じで、もう 100% そのね、あなた様との時間だけに集中したいみたいな。そういうね、変化、まあ、展開をね、そうなれるような展開を望んでいらっしゃると。グラティチュードっていうのは、これ感謝とか歓喜っていうことですけれども、なんかこう、万歳みたいなことをしていますけれども、だから二人が望んでいる結果は今同じだということですね。あなた様も、まあ、あなた様はね、この判断っていうところで、もしかしたらね、ちょっとこう、揺らいできているかもしれないけれども、もう一度やっぱりあなた様もお相手の方との再会とかね、恋の始まりだとか、恋の発展を望んでいらっしゃると思うんですね。で、お相手の方もそれを同じく望んでいて、それが両者叶うことによって、両者というか、叶うことによって両者がね、やったー、万歳、万歳っていうね、念願が叶うみたいなね。だからそれが歓喜の瞬間ですね。だそういった瞬間をやっぱ迎えたいっていうふうに思ってはいらっしゃるので、まあお相手の方としてはですね、やっぱまあ本音としてもね、恋を終わらせたいっていうわけではなくてですね、続けていきたいという意思があるからこそ今は止めていらっしゃるっていうのがあるのかなと思います。はい。そしてこちらのカードです。見ていきましょう。あなた様へのメッセージのカード、リードっていうカードが出ました。まあリードするとか導くっていうカードになるんですけれども、まあ先頭に立っている人が色濃く映っていて、まあ後ろになんかこうついてきている人がいますけれども、まああなた様がですね、先頭に立ってみてもいいよっていうことなんですね。もしかしたら今まではお二人の関係においてはあなた様がこっち側に回っていることが多かったかもしれません。けれども、今ね、あなた様がこう先頭に立つ側に立っていいよっていうことなんですね。だから別にね、お相手の方の意思だけを尊重するんじゃなくて、自分の意見をもっと言ってみてもいいし、自分から何かこう動いてみてもいいっていうことなんですね。場合によってはあなた様の方からリードしてあげないとお相手の方が動けないっていう場合もあると思うので、このリードしていくっていう意識を持つっていうのもすごくですね、今のあなた様の声においては大事になってくるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングはね以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回ちょっと募集するテーマなんですけれども、まあ男性のここがわからないっていうね、テーマをなんかこう皆さんがねわからないという部分をねちょっとこう募集したいなと思います。まあせっかくね私自身まあ男性占い師ということでありますので、まあこの男性のねこういった部分がわからないっていうねご質問に対して、まあ男性目線でねまたお答えできたらなというふうに思っていますし、まあ男性視聴者の方もですね、あ、女性はそこがわからないんだっていうことがね理解できれば、ですねお互いのなんかこうねわからない部分がなくなって恋愛のね、この向上にも活かせるのかなと思いますので、
ぜひですね、皆さんもこの男性のここがわからないっていうことがありましたらですね、コメント欄の方で、書いていただけると嬉しいです。まあ、インスタとかでもね、ストーリーで、まあ、募集していると思うんですけれども、またね、そちらも合わせて、答えていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、A をですね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS、まあ、インスタ、TikTok、Twitter などやっておりまして、Twitter ではね、特に男性心理であって復縁に関することなども発信しておりますので、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、まずはですね、フォローしていただけると嬉しいです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのブロッサムというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、お相手の方が待ち望んでいるあなた様との恋の急展開とはということでね、まあ、お相手の方がですね、どんな展開を望んでいるのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の今の現状と、お相手の方とあなた様のそれぞれの思いを見ていきます。そしてですね、お相手の方はあなた様とどんなね、急展開、恋の急展開を望んでいらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはお二人の現状とそれぞれの思いっていうところからですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきます。上のカードがお相手の方とあなた様の現状を表すカード、下のカードがそれぞれの思いを表しておりまして、お相手の方の思い、あなた様の思いを表しています。では見ていきましょう。はい、うん、何かが目覚めようとしているっていうのが出ていますね。うん、なるほど。ソードの5ですか。はい、ではですね、見ていきます。うん、このまま行けばね、何かが目覚めそうであるっていうような結果が出たんですね。だから努力してきたことがもう少しでね、実りそうであったりだとか、あなた様のしてきたことは決して間違っていなかったなっていうことを示してくれるような、まあ、そんなね、出来事というかカードなのかなと思います。うん、なので、ですね、ちょっとこのあたり、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まず上のカードですね、お相手の方とあなた様の状況ということなんですが、こちらになります。ウェイキング・ザ・ライオンっていうカードで、目覚める獅子っていうカードになるんですね。まあ、この目覚める獅子っていうのは、獅子、まあ、ライオンっていうのはですね、まあ、よくこう、本能とか願望とかね、あとは欲望とかを表す象徴でもあったりするんですけれども、なんかこう、お互いにこう、抑えていた願望とかね、欲望が、ようやくこう、叶う瞬間ですね。まあ、それが訪れるよっていうカードになります。
だからそのあなた様が何かこうねお相手の方との関係において達成したかったこととか成し遂げたかったことがあって、それに向けての努力してきたことがあると思うんですね。例えば自分磨きをしたりだとか、こういったことをしないように気をつけていたとかですね、なんかこういろいろあると思うんですね。でそれがまあ着々とね、まあこうなんだかじわじわと効果を出し始めてきてですね、で例えばお相手の方のですね気持ちを変えることができているようになってきたりだとか、あなた様の印象が変わるようになってきたりとか、あなた様自身が変わってお相手の方から見ても輝くようにいいですね、見えるようになってきたりだとかね、いろいろいい方向にね働き始めてきているんですね。目覚めようとしていると、目覚めの瞬間がもう少しで訪れようとしていると、でここですね、こちらのカードになりますが、ペンタクルの10っていうカードになるんですが、このカードもねちょっと見えにくくて申し訳ないんですけれども、ここ2人がねすごく愛し合っている姿で描かれているんですね。で周りの魚たちがそれを祝福しているような形がね描かれているわけなんですが、まあこれの通りね、これ愛する人との幸せな暮らしっていう意味のカードになるんですね。ですからもう少ししたらですね、そのあなた様が愛している、まあいわばお相手の方ですねと幸せな暮らしができるような瞬間が訪れるよというねカードになっています。ただまだ気を抜いてはいけないっていうのも出ていて、ここですね、こちらのカードペンタクルの4っていうカードが逆位置になりました。これね、逆位置になりますと表す意味としては、わがままな考えっていうことであったり、大きな冒険は避けるべきっていうことですね。あとはまあ過失とか過ちっていうね意味のカードでもあるんですけれども、なんかここでちょっとこうね気を緩めてしまってですね、ちょっとわがままを言ってしまって、まあちょっとぐらいだったらいいと思うんですけども、まあわがままになってしまったりだとか、ちょっとこう一か八かで言ったらみたいなね、ちょっとこう大きな冒険をしてしまったり、まあ賭けに出るみたいなことですね。それはねやめておいた方がいい。ここで賭けをしちゃうと今までの努力が全部水の泡になってしまうぐらいの過ちにつながってしまうというねカードでもあるので、ここで逆にねこうより一層気を引き締めるというかね、そこを意識して今までやってきたことを継続していけば良い転換につながっていきそうだよっていうね、もうその一歩手前のところまで来ているというですねカードが出ています。で実際にお相手の方の心にもまあいい意味で変化がなかった人もいるかもしれないですが、良い方向にはね、来ているっていうのが出ているんですね。なので、お伝えしていくと、まずはですね、こちらのカードから見ていくと、大天使ラファエルっていうカードが出ました。まあ、このカードには、愛、思いやり、優しさっていうことを表すカードになっておりますので、お相手の方の中であなた様を愛する気持ち、あなた様に優しく思いやりを持って接したいという気持ちが高まってきているっていうことなんですね。と同時に、まあ、このね感情が高まってきている理由としてはここなのかなと思うんですが、鳳凰というカードが出ました。まあ鳳凰がねちょっと見えづらいですけども、鳳凰というのはまあ、人として正しい道を説く人、まあ、いわば周りのお手本になる人ということで、何が正しくて何が正しくないのかっていう、そのちゃんとこう分別ができる人っていうのを表すカードなんですね。ですから、まあ、正しい選択とか正しい判断とか正しい決断っていうことを表すカードになるんですが、お相手の方の中であなた様との関係を続けてきたり、あなた様との関係を始めたことをですねが正しいと思えるようになってきているわけですね。もしかしたら一時期は正しくないのかなって迷うこともあったのかもしれません。でも今はもう正しいんだと、あなた様を選んだこと、あなた様と関係を持ったこと、あなた様とつながっていたこと、これは自分にとっても二人にとっても正しいことなんだっていうふうに思えるようになってきたから、この愛とかね優しさとか思いやりっていうものが高まってきているのかなというふうに思います。だからこの正しいと思えるようになったのもあなた様の努力が実を結んできているからだと思います。ただあなた様としてはまだこの実感をね、なんかこう手応えを感じられるような出来事がまだ起こっていないので、ちょっとこう不安になっているんじゃないかなということで、ここですね、ソードの5っていうカードが正位置で出ております。このカードはですね、まあ目的のためなら手段を選ばないということがとかですね、あとは強行突破とかですね、強引な態度っていうことを表すカードで、先ほどね一番やっちゃダメだよっていうことを表すカードは出ているんですね。もしかしたらここでね、なんかこう今まで通りのことでね、着々とこうね気持ちが変わってきてるんだけど、あなた様としては手応えがないから、なんか大きなことをして、なんかお相手の方の気持ちを引き寄せたいとか、お相手の気持ちがどうなのかっていうのをはっきり分かりたいと思って、なんかこう
本当にこう、まあ、いわばさっきで言うと、まあ、大きな冒険というかね、一か八かな行動を起こしてみようかなって思ってきているのかもしれないですが、それは絶対にやめた方がいいと思います。絶対にそれは避けた方がいい。で、同時にね、それを抑える自分もいて、こっちの感情を信じた方がいいと思います。月の女神っていうカードは、これ直感とかね、インスピレーションっていうメッセージもありますが、自分の内側に入る、いわば内観するっていうカードですね。なんかこう、一か八かね、賭けに出ようとする自分と内観してですね、いやいや、それはもうやめて、今まで通りのことを続けていったら、ですね、大丈夫だっていうね、それをなんかこう、賭けに出ようとする自分を抑制する自分みたいなね。が、なんか同時に今存在しているのかなと思うんですが、こっちのあなた様を信じた方がいいっていうのが出ているので、ちょっとね、こう心の葛藤はあるかもしれないですが、まあ、なんだろうかな。大胆な行動っていうのは、極力今はしない方がいいと思います。今までの継続の方がいいと思います。で、お相手の方がですね、待ち望んでいるあなた様との恋の急展開がどういったものなのかっていうのを次に見ていきます。はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方が待ち望んでいらっしゃるあなた様との恋の急展開です。なるほど。まずですね、ここですね、見ていきます。テイキングシェルターっていうのが出ました。これ一時避難っていうことで、なんかね、お相手の方、あなた様から一時的に距離を取ったり、なんかこう自分のね、隠れ家みたいなところに隠れていらっしゃるような状況なんじゃないかなと思うんですね。例えばまあ自分のお家であったり、自分の実家であったり、自分のなんかこう、パーソナルスペース、まあ言えば殻に閉じこもるみたいなことなんですけども、そこになんかこう隠れていらっしゃるような状況なんじゃないかなと思うんですね。でも、そこから出る決断をしようとしていらっしゃるわけなんですね。これディサイドっていうのは決断っていうカードになっていて、そこからね、今までこう殻に閉じこもっていた状態からようやく出てきて、あなた様ともう一度交流をしようというですね。その決断をしようとしていらっしゃる。これも気持ちがいい方向に変わってきているからだと思います。だから、その今はね、なんかこう隠れてしまっている、閉じこもってしまっているお相手の方を、えいやーってね、この大きな株みたいな、あの絵本みたいな感じでこう引っ張り出すんじゃなくて、今まで通りにのことを続けていけば、お相手の方が自らの意思でね、こう出てきてくれると、いうところがあるので、出てきてあなた様との交流とか、まあ、あとはお付き合いとかね、を再開していきたいっていうふうに、まあ、思っていらっしゃる。今ね。で、エッセンスっていうのが出てるんですが、これ本質ですね。本質、決して派手ではないけれども本質的な部分を大事にしたいと、だからこれまあ、あのお二人のね関係においてこう本質的なところっていうと なんだろうかな、その愛情表現をし合って、例えば好きだよ好きだよっていう風に言って愛を確かめるというよりかは、二人でこうね笑顔で楽しい時間を過ごしている。これでも愛の確認ができる。まあそこが一番の本質だと思うんですね。恋愛の。ね。好きな人と楽しい時間を過ごせるっていうのが恋愛の一番基礎的な部分。まあ本質的な部分だと思うんですが、その状態をまた作り出したい。こういうふうなことを言って愛を確かめ合うみたいな、なんかこう、形式型というか、なんだろうかな。なんかこうルールでガチガチになったというよりかは、なんかこう自然と二人で楽しめているとか、まあ例えばなんだろうかドライブに行って好きな音楽をね聞きながらこう楽しく喋って、この時間っていうのもすごくね恋愛においてすごい派手ではないかもしれないけれども本質的な
時間だと思うんですね。なんかちょっといい表現が言えないですけれども、うん、なんかね、そういうね、こう、本質的なね、本質的なって言い過ぎですけれども、うん、そういうね、あの、時間とか、なんかこう、あなた様とのデートとかね、交流っていうものを、やっぱもう一度ね、味わいたいというか、体験したいというか、取り戻したいというかね、うん、そういうふうに思っていらっしゃるので、まあ、いよいよね、こう、なんかこう、閉じこもっていたところから出ようと。うん、していらっしゃる。まあ、だからここですね。ここがお相手の方が閉じこもっているエリアだとして、あなた様が今はこう遠くからね、見ているような状況だと思うんですね。うん。だからこれを、ね、えいやっつって、ね、このね、先ほどのソードの号がありましたけれども、この門をね、強行突破してこう行くようなことはしてはダメと。今までここでやってきたことを継続していくれば、お相手の方が自らこう出てくるっていうね。うん。そういう行動が見られてくると思いますから、まあ今までのことを継続されていくのが一番ね、まあ恋においては良い方向に進んでいくんじゃないかなと思いますし、まあ最後のね、こちらのカードもそうなんですが、ブロッサムですね。これ花開くっていうカードですね。だからあなた様がまあ種を植えてしっかりとね、こう大切に育ててきたことがようやく花開こうとしているわけですね。うん。ですから、まあ今までのこの育ててきたことを続けていく。大事に育てるっていうことを続けるっていうことですね。ここでね、まだ芽が出ないやと思って、そこにね、見切りをつけて、例えば違う種をまくとかね、うん、違うことをするとかですね、うん、なんかこう、もっと早く成果が欲しくて、肥料をバーってやっちゃうと、せっかくの努力っていうのが無駄になってしまう。ショートカットとかね、しよう、まあ、ショートカットとか楽をしようとすると、せっかく実るはずだったものが、大きなものを手に入れられるはずだったのが、それを手に入れ、なるほど。手に入れるのが損ねてしまう、そのチャンスをね。うん。っていうのがありますから、まあやっぱりこう今までのことを継続していくっていうのが、あなた様にとっては今重要だっていうのを、ここのカードでも伝えてくれておりました。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はね、皆様に対してちょっとこう募集したいという内容なんですが、まあ男性のここがわからないっていうね、まあそういったまあ部分があったり、そういった内容がありましたらですね、ぜひね、皆様からちょっと募集したいなというふうに思っておりまして、まあせっかくね、私自身、まあ男性、占い師ということですので、まあそのね、男性のここがわからないっていう部分をですね、まあ男性目線でまあ解説できたらなというふうに思っているので、皆さんね、なんかこう、この男性のここがわからないっていうところがありましたらですね、ぜひコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。まあインスタのね、ストーリーとかでもまあ募集しているかと思いますので、まあそちらもね、合わせてお答えしていければなと思いますし、まあこれね、まあ女性のためだけではなくてですね、男性の視聴者の方にとってもですね、あ、女性はそういうところがわからないんだっていうことでね、うん、なんかこう自分自身としてはこう分かってくれてるよねってこう勘違いしていたところをね、改めてこう見直すことで、まあ今のね恋愛にも役立てられるんじゃないかなと思いますので、もしね。まあ男性の方はね、女性だけかよっていうふうに思っていらっしゃったらね、決してそんなことはないので、ぜひですね、この男性のここはわからないっていうところがありましたらですね、コメント欄で、書いていただけると嬉しいです。はい。はい。ということで B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まああとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあそういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter などね、やっておりますが、特に、まあ、Twitter ではですね、男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、よかったらね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、フォローとかもね、していただけると嬉しいです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのですね、新年の明瞭さというカードですね、もしくは、死をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人が待ち望んでいるあなた様との恋の急展開とはということでね、まあ、お相手の方はどんな展開を待ち望んでいらっしゃるのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現状を見ていくのと、それぞれの思いということで、お相手の方の思い、あなた様の思いを見ていきます。そして、お相手の方は、あなた様とどんな恋の急展開というものを、待ち望んでいらっしゃるのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、お二人の現状と、お相手の方とあなた様それぞれのね思いを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、上のカードがですね、お相手の方の、お相手の方とあなた様の現状を表すカード、下のカードがですね、それぞれの思いということで、お相手の方の思い、あなた様の思いを表しています。では見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、まずは思いは一致しているっていうのが出ているんですね。なので、ですね、だからこそ現状がね、苦しいと思うんですね。でですね、ではね、ちょっと見ていきたいと思います。上のカードですね、お相手の方とあなた様の現状を表すカードになりますが、こちらですね、ボディ&ソウルっていうのが出ました。まあ、心と体っていうカードになるんですが、心身一致っていうカードになります。ですから、まあ、心も体もまあ一致しているということで、まあ、すごくね、まあ、いわば思いとしては、お互いに共通しているというか、同じ思いをね、抱いているっていうことですね。まあ、あるいは、まあ、この体の一致というのはね、まあ、これはまあ、場合によっては違うかもしれないですけども、まあ、体の相性とかもね、非常に良かったりだとかね、まあ、すごくね、なんかこう、なんだろうかな、自分、まあ、もちろん姿形は違うんだけども、なんか自分の生き写しみたいなね、なんかそういう場合もあるかもしれないですね。それぐらいね、なんかこう心と体がすごい一致しているっていうことで、二人の相性としてはね、これすごくいいのかなというですね、カードになりますが、ここですね、こちらから見ていくと、吊るされた男っていうカードが逆位置で出ました。これ吊るされた男、逆位置だとちょっと分かりにくいですが、正位置だとね、まあなんかこんな感じで吊るされている人がいるわけですね。まあ吊るされているがゆえに自由が奪われているとか、身動きが取れないとかですね、なんかあとはここでね、なんか監視している人がいるので、なんか監視を受けているとかね、制限制約を与えられているみたいなね。まあそういうカードになります。で、逆位置になるとですね、まあ、その状況には変わりはないんだけれども、まあ、ここね、ちょっとこう、天使みたいな人がね、人というか天使みたいなのが描かれているわけで、まあ、この状況としては動けないんだけれども、考え方は前向きでいるっていうカードになるんですね。動けないなりに、例えばあなた様のことをまあ思って いらっしゃったりだとか、あなた様との未来は、すごくまあ、前向きには考えてはいらっしゃるっていうことですね。今は動けないけど、未来は必ずとかね。だからこれがまずいのが、まあ、正位置の時で、もう今動けないからもう未来も変わ、ね、多分動けないし、もうやめとこうみたいなね。これまずい状況ですね。でもそうではない。だから動けない状況なりにも、未来は明るく考えてはいらっしゃるっていうことですね。まずそれが出ておりました。で、あとはですね、もう一つのカードがこちらになりますけれども、はい、このカードですね。こちらのカードは、ですね、ペンタクルの3っていうカードが逆位置になっています。まあ、これもですね、まあ、このカードね、逆位置になっていると、まあ、用意ができていない、準備ができていないっていうカードになっていて、まあ、準備ができていないからこそ動き出さない、固くなさがあるというカードになります。ですから、お相手の方としては、準備万端な状況になった時に、あなた様との恋を進めたいという考えがあって、そこに、まあ、固執しているというかね、その考えは、揺るがすつもりはないっていうところなんだと思うんですね。だから、性格的な部分で言うと、お相手の方は頑固。まあ、場合によって超頑固かもしれません。基本的には自分の考えを曲げない。自分の考えを押し通したいタイプの方で、まあだからね、今後においても、ですね、そこはなんかこうね、あなた様とは一致していない部分なのかもしれないですが、まあ頑固がゆえにですね、まあその、時にね、なんだろうかな、ちょっとこう、融通を聞かせれば楽にね、解決できるものも時間がかかってしまう場合もあるかもしれないですが、まあ、お相手の方としてはですね、やっぱりあなた様との恋においては、ちゃんとこう、準備ができた時に進めていきたいというですね、まあ、お考えがあるようで、まあ、ただね、相性がいいお二人ですから、まあ、この縁っていうのはね、まあ、やっぱこう、大事にされていった方がいいのかなと思うんですけれども、まあ、下のカードですね、お相手の方、あなた様のそれぞれの思い、見ていきたいと思います。
まずはここですね、見ていきます。ドアトゥーバリューというカードが出ました。価値への扉っていうカードになります。扉が開かれた先からお金が降り注いできていたり、後ろにはですね、金色のなんかこうお城みたいなのが描かれていますけれども、これは何かこう成果を受け取れる瞬間ということであったり、報酬を得るとかですね、あとは何かこう、まあお金っていうのはね、まあお金そのものもそうですけれども、お仕事やキャリアとかをね、表すものになりますから、まあお仕事とかキャリアで新しい始まりを迎えた時っていうことを表すカードになります。ですから今ね、まあお相手の方がまあ社会人であれ、まあ学生さんであれね、何かこうまあキャリアとかお金にまつわることで成果を受け取ったりいいですね、新しい始まりを迎えられた時にですね、あなた様との恋を進めていきたいっていうふうに思っていらっしゃるっていうことですね。だから今ね、こうなんだろうかな、大事な案件を任されているんだったら、それをやり終えた後だとか、ですね、今なんかこう昇級昇進試験を控えているんだったらば、それをね、ちゃんとこう昇級昇進ができた後だとかね、まあ会社とかお店をねやっていらっしゃる方だったらば、例えばまあ繁忙期を乗り越えた後とか、まあ逆に今経営がね苦しいという状況のね方もいるかもしれないですが、その危機的な状況を回避できた時とかですね。まあ学生さんとかだったらば、就職活動がまあ終わってからだとかね、まあ社会人になりたての方だったらば、1年間はねやっぱりこう慣れないことが続いていて、どうしてもね自分の管理っていうところにね、必死になっていると思うんですが、この1年ね一通り一周ですねやり終えた後とかですね、なんかねそういうですね、まあ何かこう成果とか一区切りついた時とかね、結果が出た時にですね、あなた様との恋にもう一度始まりをもたらしていきたいと。まあこのカードはね、始まりをもたらすっていうカードではちょっとないんですけれども、ペンタクルの9というカードが逆位置になっています。これは実りの教授っていうカードになるんですけれども、逆位置になると今実らせようとしても実らないっていうカードになるんですね。実らせようとする努力がまあ無駄になってしまうっていうカードで、まだねこう成果とか結果とか実績とか、何かこう新しい始まりを迎える前にあなた様との恋を育てようとしても、それはなかなか成果につながらないから、ちゃんと順番としてはここを上げてからあなた様との関係を育てていきたいっていうことですね。そういうふうに思っていらっしゃるということです。で、あなた様としてはもう今すぐにでも、なんかこう自分の中に湧き起こっている熱い思いを伝えようとしていらっしゃるんじゃないかなっていうのが出ているんですね。まずここのカードになりますが、ワンドのエースっていうカードが出ております。このカードには情熱、熱い気持ち、まあ熱い気持ちの中には愛情っていうのも含まれておりますが、であったりやる気とかモチベーションの高まりっていうことで、まあすごくねお相手の方との恋愛に対するモチベーションが今高い状況なのかなと思いますし、エースっていうのは数字の1ですね。まあ始まりの意味を持つ数字になりますから、1本のワンドが描かれている通り、早く何かを始めたい、まあこれはまあ恋愛的な側面だと思いますね。お相手の方としては順序はこちらをしてから、あなた様との恋にっていう風に思っている中で、あなた様としては今めちゃくちゃモチベーションが高まっているから、今すぐにでもまあ愛を始めたい、恋愛を始めたいっていうことをお相手の方にね伝えようとしていらっしゃるんじゃないかと。この大天使ガブリエルっていうのは喉にチャクラがありますが、喉っていうのはコミュニケーションを司る場所で、何かを発信する、発する、表現するっていうカードになります。ですから自分の心の中にあるお相手の方との恋愛であって、お相手の方に対する思いっていうものを発信しようとしていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、発信すること自体はこれ OK だと思います。ですが、タイミングとしてはやはりここを上げられてから伝えた方がうまくいくと思うので、まあそのお相手の方の状況を見ながら伝えるタイミングっていうのは意識した方がうまくいくとは思います。ではですね、次にお相手の方が待ち望んでいらっしゃる、ですね、あなた様との恋の急展開がどういったものか見ていきます。はい、ではですね、見ていきます。お相手の方が待ち望んでいるあなた様との恋の急展開です。
ではですね、見ていきます。まあ、急展開としてはね、あなた様とのんびりね、なんかこう、二人の時間を過ごせるようになっていきたいなっていうふうに思っていらっしゃるようで、うん、ちょっとね、お伝えしていきます。まず、ここですね、見ていくと、ハッピーサプライズっていうのが出ました。だからね、あなた様にね、サプライズを仕掛けたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。うん、で、これもお相手の方の計画の中の一つにあることだと思うんですが、先ほどお伝えした、何かこう、キャリアとかお仕事とかね、お金にまつわることの成果を上げた時とか、まあなんかこう報われた時とかね、始まりを迎えた後にあなた様の元にね、ひょこっと現れたりね、まあ会いに行ったりだとか、まあ会わないかっていう連絡を入れたりだとかね、何かしらこうまあ突然というか突発的な感じでね、サプライズ的な形であなた様の前に、姿を現されるんだと思います。これ直接だけじゃなくても、例えばメッセージ上とかでもね、うん。で、あなた様をいい意味で驚かせたいと、うん、いうふうに思っていらっしゃるわけですね。で、そのサプライズを仕掛けて、まあサプライズを成功させてね、もちろん。で、ここですけれども、クレンジングウォーターズっていうカードで、清めの水っていうカードになっています。まあいわばこれは浄化っていうことを表すカードで、まあお互いにね、なんだろうかな、お互いにこう湧き起こっていた、まあ余計な感情っていうのをね、浄化できるような、ですね、展開にしていきたい。まあ、余計な感情っていうとね、まあこれは場合によってね違うと思いますけれども、まあ例えば今ねあなた様の中でまあお相手の方との恋における不安とか心配とか嫉妬とか焦りとかですね、まあ場合によっては怒りとかもねあるかもしれません。あとは不満とか不平とか愚痴とかですね、うん、そういったね恋愛において必要のない感情ですね、うん、っていうものをねこう二人の交流っていうのをねこう再開させていく中でこう浄化させるようにしていきたいっていうことですね。うん。まあ別にお相手の方がね、あなた様に対してなんかこうね、負の感情を抱いていらっしゃったわけではないと思うんですが、まあお互いなかなかこう思うように進められなかった中でね、湧き起こってしまっていた余計な感情というのをね、二人の関係を再開させることでこう浄化させていってですね。このグレイスっていうカードが出ておりますけれども、これ優雅っていうカードになりますけれども、まあ優雅にね、のんびりとこうね、二人の時間を過ごせるような状態になっていきたいということですね。うん。例えば、まあ休みを合わせて、まあ温泉旅行に行って、こう、ね、まったり、こう、くつろぎながらとかね、まあそれじゃなかったとしても、例えばおうちデートとかでね、こう二人で、こう楽しく、なんだろうかな、まあテレビを見ながら、まあまったり過ごすとか、まあこのね、くつろぎの時間っていうのは、こう人それぞれ違うと思いますけれども、うん、なんかね、そういう二人で、こう優雅な時間をね、過ごせるような展開になりたいと。うん。まあそういうふうにまあ思っていらっしゃるっていうことになりますから、まあだからね、ちょっとこうお相手の方の考えていらっしゃるこの優先順位、ここもね、先ほどもお伝えした通り、まあ頑固だと思うので、この順番っていうのはね、あなた様がいくらね、これが起こる前に伝えたとしても、そこはね、かたくなに受け入れてくれないと思うんですね。そこの頑固さもあると思うんです。だから、まあ、これに関してはお相手の方のこの順序通りに進めさせてあげた方が、恋としてはね、うまくいくんじゃないかなと思いますので、うん。参考にね、していただけますと幸いです。はい。最後こちらのカードであなた様へのメッセージです。新年の明瞭さっていうカードなんですけれども、自分の気持ちっていうのはねもう本当に分かりやすいぐらい伝えていった方がいいよっていうカードで、まあ伝えていった方がいいよっていうメッセージですけれども、先ほどもお伝えしたこの順番は意識した方がいいと思いますので、その後ですね、ここが起こった後の流れになってくると思うんですが、このカードをですね、片方の手を胸に当てて、もう片方の手から蝶々が飛び立っていますけれども、これは自分の気持ちを具現化したものになります。で、まあだからね、今後、まあお相手の方に対してね、気持ちを伝えていくときっていうのは、もう自分でも、もうさすがにね、これぐらいやればわかるでしょっていうくらいのわかりやすい気持ちの表現をした方がいい。うん。自分でこれぐらいでわかるかなっていうふうに思っているものが、意外とそれは相手の方からするとわからなかったりもするので、これやったらさすがに大丈夫でしょっていうぐらいわかりやすい、まあ例えば愛情表現であったり、気持ちを伝えるやり方であったりっていうのをされた方が、ちゃんとお相手の方にも届くし、お相手の方に届いてあなた様もこれ安心できるようになるっていうことになりますから、なんかこう自分が思っている以上にわかりやすくね、自分のまあ気持ちとか、思いとか、今後の方向性であるとかね、うん、まあ願望とかっていうものは伝えていった方がいいのかなと思います。まあそれをね、まあやりすぎるとまあわがままになってしまうので、まあ塩梅がねちょっとこう難しいところはあると思うんですが、わかりやすさっていうところをね意識して気持ちを伝えていくっていうことは大事になってくるようです。
はい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はですね、皆様にちょっとこう募集したいテーマになるんですけれども、まあ、男性のここがわからないっていうことがありましたらですね、ぜひねコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、まあ、募集しますということなんですけれども、まあ、せっかくですね私自身、まあ、男性占い師ということもありますので、まあ男性のこういったところがわからないというところを男性目線でねちょっとこう解説できればなと思っておりますので、もしね何かあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。まあ、男性の視聴者の方もね、いやそれ女性だけじゃないっていうふうにね、思われるかもしれないんですが、まあ、その男性のここがわからないっていうね、その女性のね部分、なんかこう疑問点をあらかじめこう知っておくとですね、まあ、男性としてはそこをわかるでしょって思っていたことが意外と、あ、わからなかったんだ、じゃあこういうふうにすればいいよねっていうことで、まあ、自分のねこの恋愛にもこう活かせるようになっていくのかなと思いますのでね、ぜひね、まあ、こちらの内容もね楽しみにしていただければなと思いますし、まあ、わからないっていうことがあったらですね、まあ、インスタのストーリーでも募集しているとは思うんですけれども、うん、そちらもお答えしていこうと思っておりますので、男性のここがわからないっていうのがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、C をねお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter などねやっておりますが、特に、Twitter ではですね男性心理であったり復縁に関することなども発信しておりますので、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらねフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。